十何年前に、連れと、お話をしていた時なんですけども、うちの近所に、遊園地で、浜の子パルパルっていう遊園地があるんですね。で、そこは最高だねって連れと話していたんですね。まあ、有名な、遊園地だと、アトラクション乗るのに1時間待ちだったり、2時間待ちだったりっていうのがあると思うんですけども、その浜名湖パルパルの平日は人が結構少ないんで乗り物に本当にもう待ち時間ゼロで乗れるんですね。で、僕がその高校の時に遠足で行ったんですけども、そのパルパルのジェットコースターに4人で連れと行って、4人で行ってもう4人でジェットコースターに乗って、で、終わってまたジェットコースターから降りて、またその階段を下って、また階段を上って、またジェットコースターに乗って、みたいな。何回も繰り返していたんですね。で、僕が連れにそれを言ったんですね。いや、パルパルのジェットコースターは平日行くと待ち時間なくて最高だわ。って言ったら、連れが、いや、俺もさ、最近仕事休んで平日パルパル行ったんだよね。で、俺もジェットコースター乗ったんだけどさ、乗って一周終わって、で、並んでる人が、一人もいなくて、店員さんに、このままもう一周行っちゃいましょう。って言ったら、店員さんも、わかりました。みたいな感じで、その連れは、ジェットコースターから降りることなく、3周も4周もしたよ。という、大変お得なお話でございました。